こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は渡辺博之さんの事件について解説していくぜ。ファンだったから、渡辺さんの訃報はショックだったよ。霊夢は渡辺さんのファンだったのか？うん、愛の嵐のタケル役がめちゃめちゃかっこよかった。それに、奥様の原秀子さんと仲が良くて私にとって、理想の夫婦だったのに、なぜ亡くなってしまったのか今でも信じられないよ。ああ、あれだけ剛健な肉体を60代になっても維持する努力を続けていて、しかも大事な家族もいるのに亡くなる理由があるとは思えないよな。本当に奥様の悲しみを思うと辛いわ。実はそんな渡辺博之さんの事件には不審な点があるんだぜ。そうなの？どういうことなのか早く詳しく知りたいよ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。渡辺博之さんの訃報が報道されたのは2022年5月5日のことだった。それより2日前の5月3日、自宅のトレーニングルームで倒れているところを、奥様の原秀子さんが発見したんだ。訃報は原秀子さんのオフィシャルサイトから公開された。奥様のオフィシャルサイトからの発表でわかったのね。5月3日昼頃、渡辺博之さんが自宅にテイマルされました。あまりに突然の出来事に、弊社原秀子は呆然自失としており、現在皆様に何かお答えできる状況にございません。心の整理がつきましたところで、改めて皆様にコメントを出させていただきます。こんな発表が、原秀子さんの所属事務所の社長から出されたんだ。突然のことで、逼迫した状況が伺えるコメントね。具体的にはどんな状況だったのかしら？うん、トレーニング中ということだが、渡辺さんは自宅にトレーニングルームを完備していた。そこで激しいトレーニングでの事故丸では？という意見が当初は多かった。そうよね、そう考えるのが自然よね。激しい運動中に心筋梗塞や脳梗塞を発症してしまうという話も聞いたことあるよ。ああ、イマルということでベンチプレス中の不幸な事故では？とも言われていたんだが、所属事務所は事故説を明確に否定し、自丸であったと報道されたんだ。だが、亡くなった時の詳しい状況がわからないこと。それにトレーニング中に自ら、というものかなり不自然にも思える。そんな状況から、いろいろな憶測を呼んでしまったんだ。あまりに情報が少なすぎるから不審に思ってしまうのも無理はないわね。そもそも渡辺博之さんは自分で命を絶つほどの悩みがあったのかな？実は亡くなる2年ほど前から元気がなかったそうなんだ。2020年は仕事や外出が制限されたこともあって、芸能人に限らず一般人も家にこもりがちで、嫌なムードが漂っていたぜ。それは言えているよ。誰しも先の見えない不安があったよね。うん、渡辺さんも先のことを考えると食事も満足に喉を通らないようだったんだ。撮影現場で物がなくなった、となど妙なことを言い出し、自粛期間中で神経質になり、世の中を悲観したことで、半ばのイローゼのような状態だったという声もあったんだ。当時は閉塞感もあったし、悲観的になるのも気持ちもわかるよ。渡辺さんといえば、リボビタン D の CM のようにハツラツとした姿が印象的だったと思うが、そんな世間が持つイメージに応えたいという思いが強く、それがプレッシャーになって、悩んでしまったのではないか？というテレビ局関係者の声もあった。年齢を重ねても元気な姿とは裏腹に内面はとても繊細な方だったのね。2022年の3月に行われたジャズライブでは、どうしても自信が持てない、と震える姿を目撃されているぜ。そうだったの、意外だわ。渡辺さん自身もそうなんだろう、ファイト一発のイメージで語られることが多いと。本人もわかっていたから、60歳を過ぎても、トレーニングに精を出していたのではないかと言われているぜ。けれども、筋肉や関節の痛みが常態化していてトレーニングも満足にできなかった。ストイックで自分に厳しく、繊細な方だったので肉体の衰えを受け入れるのが辛かったんだろうな。見た目が若くても、肉体は衰えてしまうものね。ああ、肉体の衰えに喪失感を感じてしまった可能性はあるぜ。精神科医の片田珠美さんは、老年性うつの一つである初期老うつ病の可能性についてこう指摘している。初期老うつ病とは、本人が大切なものを失ったと感じ、自分はもうダメだと思うような、喪失体験が契機になる。仕事が減って収入が減収することで、家族を養う責任が果たせなくなって、存在意義がわからなくなること。なるほどね、責任感が強く、真面目な人ほどダメージが大きいのかも。それに完璧主義な人も発症しやすいらしいぜ。渡辺さんはゴルフやウィンタースポーツ、マリンスポーツなど、かなりの腕前で何でもできる人だ。スポーツだけでなく、音楽など多くの趣味を持っていた。それには才能はもちろん、多大な努力も必要で、渡辺さんは才能も努力も人並み外れていたんだろう。
俳優以外でもスーパーマンみたいに活躍していたのね。何でも自分に100点満点を求めていたんだろうな。けれど、年を取れば誰しも肉体と同時に脳も衰えてしまう。すべてを完璧にこなすことはできなくなるんだ。そんな現実を突きつけられた時に深い喪失感を味わってしまったことは、十分考えられるぜ。完璧で何でもできるほど、老化による衰えを受け入れるのが難しいかもしれないよ。自分が思う理想と現実のギャップに苦しんだのかもな。だが、これはあくまで推測でしかないぜ。渡辺さんは他にも投資に失敗したことが原因ではないかという説もあった。投資もしていたの？ああ、2005年8月のデイリースポーツによると、同年7月に破産した投資運用会社に約1億2000万円を投資し、5億円以上の損害を受けていたと報じられたんだ。1億円以上？すごい大金ね。渡辺さんはその投資運用会社の広告塔だったのでは？とも一部週刊誌が報じたが、記者会見の中で、広告塔疑惑は侵害です、と否認した。2002年の設立以来、340億円以上を集めた同社だったが、なんと、200億円以上も不明になっていたんだぜ。200億円？渡辺さんはなんでその会社に投資したの？知り合いのイベンターから前年7月に投資運用会社の社長を紹介され3回にわたり、計1億2000万円を投資したんだ。その後、2005年6月に1億円の返却を求めようとしたが、連絡が取れなかったそうだぜ。そして同社はそのまま7月20日に破産したため、渡辺さんは社長に騙されたと思う、と語った。ひどいわ、知り合いから紹介されたら信用してしまうよ。被害者なのに、なぜ広告塔なんて疑われたの？その運用会社が企画したカリブ海クルーズツアーに渡辺さんは司会として参加したためだぜ。だが、キャラ800万円を受け取り、仕事として参加したと説明したんだ。そうだったの、奥さんは投資を知っていたの？いや、知らなかったらしい。原秀子さんは内緒でやったことで仕方ないわね、と呆れたそうだが、夫婦の絆は強く、離婚は否定している。心の広い奥さんだね、さすがおしどり夫婦だわ。1億2000万円は痛いけれど、ずっと悩んでいたのかな？ああ、金額が大きすぎるし、かなりの痛手だけれど、2005年というと亡くなる17年も前になるんだよな。その後も夫婦仲良く寄り添っているし、そんなに長い間悩んでいたのか、不思議だよな。人間不信になってしまったのかな？真面目で優しい方だからそれはあるかもしれないけれど、推測の域は出ていないぜ。他には何か悩みがあったの？あくまで可能性の一つとしてだが、テレビ番組内で大腸ポリープが見つかったことがあったんだ。大腸ポリープって何？粘膜が盛り上がってエボ状になったものがポリープだぜ。腫瘍性のものと炎症などが原因でできた非腫瘍性のものがある。腫瘍性って言うと、癌の一種？いや腫瘍性だとしても、基本は良性だが、5ミリメートル以上のものは、癌化する恐れがあるんだ。なので、ポリープが癌化してしまったら、という悩みを人知れず抱え込んだ可能性もあるな。それなら別に不審な点なんてないんじゃない？いろんなことが重なりすぎて渡辺さんも精神的に参ってしまったってことでしょ？では次に渡辺さんの事件についての不審な点を挙げていこう。確かにトラブルや悩みは抱えていた渡辺博之さんではあるが、公私ともに順調であったことは確かだ。連休後もいくつか仕事が入っていて、民放関係者も、悩んでいる様子はなかった。気遣いの人で、五十肩のスタッフの肩を揉んであげることもあった、と語っており、人間関係も良好だったのになぜ？亡くなる理由がない、という人もいたんだ。その証言は初めて聞いたわ。悩んでいたという報道のイメージの方が大きいので、それ自体がイメージ操作とも感じてしまうよな。また、ジマルと断定されたが、遺書の存在も明らかにされていないことも不可解に感じてしまう。そもそもトレーニング中にそんなことをするだろうか？事故と断定する方が自然だと思わないか？確かにそうよね、無理がある気がするわ、もっと確実な方法を選ぶのでは？と思ってしまうよ。仕事も順調で、夫婦仲も良く、人間関係も良好だっただけに、信じられないぜ。それに、1億2000万円を詐欺で失っても許してくれる奥さんがいるんだもの。どんな困難も支え合っていけるように感じるわ。夫婦といえば、実は危機もあったそうだ。2006年頃から、妻の原秀子さんは更年期障害と思われる症状に悩まされるようになった。倦怠感や貧血、ほてりなどで体調がおかしくなり、うつ状態になってしまったそうだ。それは辛そうね。ああ、そんな心身の不調は渡辺さんへの態度にも大きな影響を与えたんだぜ。どうなってしまったの？心身の不調で辛い原秀子さんは悪気はなくても渡辺さんへの態度も、当然そっけなくなったんだろう。それで、渡辺さんは、僕のこと、嫌いになってしまったのかな。と、愛情がなくなったように感じ、夫婦仲も悪くなってしまったそうだ。
本当に仲良しだったのね。ああ、原秀子さんも、それまでが仲の良い夫婦だったので、余計にびっくりしてしまったんじゃないかと語っているぜ。その後、治療の効果もあって、症状が改善されたことで夫婦の危機も解消したんだ。そうなのね、夫婦の危機を乗り越えて今は奥さんとの関係も改善してから、亡くなってしまうのは、確かに不可解ね。それに渡辺さんは直前までインスタに投稿を続けていて、奥さんとの仲睦まじい様子や、花の画像などを上げていて、心に不調を抱えていたとは思えないほどほのぼのした内容が多かった。悩んでいる人の投稿ではないよね。それに当初、事務所が閉まる、と発表したが、関係者から違う、という意見もあって、余計に混乱を招いたようだぜ。二つの異なる見解があると、混乱してしまうよ。なぜ関係者と違う見解を事務所はすぐに発表したんだろうな、不思議だぜ。他にも不可解な亡くなり方をした芸能人たちと、渡辺博之さんに共通点があったことも憶測を呼んだぜ。まず一つ目は2020年に亡くなった三浦春馬さん。三浦春馬さんと渡辺さんの間には多くの共通点があったんだ。まず、茨城県出身であること、次にジマルと報道されたが遺書がなかったこと。あれ、三浦春馬さんは遺書があったんじゃ？いや、当初は遺書らしきものがあったと言われたが、きちんと調査したところ遺書ではなかったそうだぜ。また亡くなった原因がどちらも同じ、それと何よりも最後の作品の監督が同じだったんだ。渡辺さんの最後の作品は映画貞子ディラックス、だったが、その監督を務めた愛さんは、三浦春馬さんの遺作ドラマお金の切れ目が恋の始まり、の監督も、同じく愛さんだったんだぜ。何か意味があったのかな？わからない、だが愛さんはお金の切れ目が恋の始まり、撮影期間中にこんなツイートをしていたんだ。最高のおっさんの朝ごはん。今年最期の個体の可能性あり。え？なんか変なところある？普通は最後、だろ。最期は人生が終わる時に使う漢字だから、三浦春馬さんが亡くなることを知っていたのでは？と噂にもなっていたんだぜ。確かに、ただのご返還かもしれないけれど、最後、で返還したら普通最後が最初に出るよね。さらに渡辺さんと三浦春馬さんには共通点があって、どちらも暴力団関係者や大きな権力に対抗しようとする運動をしていたと言われているぜ。渡辺さんは2020年のラグビーの試合で暴力団の追放を訴えていたし、三浦春馬さんはあくまで推測だが、ツイートの中で国力、という言葉を使って、大きな権力に立ち向かおうと対抗する意思を示していたのではないかと言われていた。共通点が多すぎる二人の突然の不幸、ただの偶然とは思えないよ。ああ、正義感があって強い意志を持つ二人が偶然自分で命を絶つとは信じがたいよな。他にも、2020年から2022年に不審丸を遂げる芸能人が相次いだんだ。2020年9月には、女優の竹内優子さんが40歳の若さで自宅のクローゼットで亡くなった。竹内優子さんもびっくりしたよ、お子さんが生まれたばかりだったし。ああ、コンフィデンスマン JP シリーズなど仕事だって順調だったし、亡くなる理由がわからない。そういえばコンフィデンスマン JP には三浦春馬さんも出演していたね。ああ、共演してたな。それに竹内優子さんも遺書がなかったのに、最初から丸印を決めつけるような報道が不自然に感じたぜ。同じく2020年9月には女優の芦名聖さんも自宅のクローゼットで亡くなった。ちなみにこの頃から、メディアは亡くなった時の状況を伏せて報道するようになったんだぜ。そうよね、三浦春馬さんと竹内優子さんはクローゼットの中で、と詳しく報道されてたもんね。怪しいとも感じてしまうけれど、詳細な報道をすることで、連鎖を誘発してしまう。という判断があったのかもしれないな。ただ、芦名聖さんの動機も曖昧で遺書なども残されていないんだ。それなのに、3人とも警察は速報段階で、事件性はない、とマスコミに情報をリークしているんだ。遺書もないのに、すぐに事件性はないと判断するのも不可解だ。確かにそうよね、芦名聖さんも、二人と接点はあったの？ああ、三浦春馬さんとは2008年と2010年に放送されたドラマブラッディマンデー、で共演していた。それにプライベートで連絡し合うほど、仲も良かったそうだ。三人ともシマルを解明してほしいという声がファンから上がったのにそれ以上追及されないのも、疑惑の声が上がっているぜ。同じ方法で同時期というのも気になるよ。その翌年、2021年12月には歌手の神田沙也加さんが宿泊先のホテルから転落丸しているぜ。主演を務めたミュージカルマイ・フェア・レディの公演中だったこともあり、責任感の強い神田沙也加さんが自ら亡くなることもあまり考えられないよな。しかも飛び降りた窓は15センチしか開かないんだ。そのことについて、警察は説明していないのにすぐに事件性がないと判断するのも請求だぜ。ホテルの窓15センチしか開かないの？どうやって飛び降りたのか、状況がわからないわ。ああ、本当だよな。
または田辺さんが亡くなった直後の5月11日には、ダチョウ倶楽部の上島雄平さんも亡くなってしまい自ら命を絶ったと報道された。亡くなる直前の上島雄平さんも怖いくらいに元気だったと言われていて、首をひねる人もいたんだ。上島雄平さんも遺書がなかったの？ああ、上島雄平さんは遺産をすべて奥さんに残したいという意向があったようだが、遺書がなかったため、奥さんとお母さんで分けることになったそうだ。だが、上島雄平さんに関しては亡くなる直前の放送を見た奥さんが、これはいけない、と思ったということなので、以前から何らかの兆候があったのかもしれないな。そうね、いつも一緒の奥さんは以前から心配していたかもしれないね。だが第一報で、事件性がないことや、早い段階でマルインが報道されたことで、疑問を持つ人も多かったんだ。これだけ相次ぐ背景には、何か大きな力が存在していると思わずにはいられないよな。そうよね、目撃者もいないし遺書もないんじゃ、実際のところはわからないよ。警察が捜査もそこそこに事件性がないと発表しているように見えてしまうし、マスコミも疑問を持たない。そんなことが重なると何かの大きな圧力がかかったのでは？と考えてしまうぜ。とにかく短い期間に渡辺さんをはじめ、亡くなる理由がわからない芸能人たちの訃報が相次いだことは不可解だね。ということで今回は、渡辺博之さんの事件について解説したぜ。剛健な肉体に誠実な人柄の渡辺博之さん、大ファンだったからショックだったよ。奥さんとの仲も良く、仕事も順調だったのになぜ亡くならなければならなかったのか、納得できない部分があるぜ。遺書もないし、ずっとトレーニングを続けてきた人がトレーニング中に、というのもなかなか不自然よ。ああ、もっともっと渡辺さんに活躍してほしかったから本当に残念だよな。渡辺さん主演のドラマ愛の嵐は現在どこも配信してないけれど配信してほしいよ。ああ、出演作を見たい気持ちもわかるぜ。みんなの意見や感想などがあればぜひコメントしてくれると嬉しいぞ。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。